はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はアンドロメダサクチャレの、まあ、例によってね、お試しをやっていきたいと思います。不眠症持ってるけど、まあ一生強行してやっていこう。でデッキはですね、これで多分いきます。で袴はとりあえず PSR プラス3までしか持ってけなかったですね。一応まとももPSR プラス3があるんですけど、ちょっとそれぶっ込んで失敗するとかなり悲しいんで、まあ、とりあえず取ってはある状態になってます。あと袴のただの SR が1枚余ってるかなっていう状況です。であと特攻さんの柔道チカちゃん入れて、コリスちゃんは普通の PSR で、社長さんをお借りして、特攻2からね、大橋鈴木 と、二宮を持ってきました。でこれは基本はやっぱり練習はね固めた方がいいと思うんですよ。で練習は固めた方が良くて、一応肩が3人でしょ。で打撃が3人で、得意練習は多ければボーナスが増えるんで、まあ、固めすぎるとちょっとボーナスが増えなくなっちゃうんで、 PSR プラゴの鈴木を持ってきてメンタルと守備、これで練習が5種類ですね。でそうするといわゆるまあ、相棒キャラ、彼女キャラを2人入れることができないんで、そこの 10% は捨てて練習で点数を稼いでいくという方向にしていきたいと思います。まあ、そんな感じでとりあえずやっていきましょう。コリスちゃんがねちょっともう1レベルくらい上げたいんだよね。要は42で使いたい。最初やっぱ評価上げも重要っちゃ重要だからな。チカちゃん上げてこう。まあ、最初はね VR で点を稼ぐっていうよりは多分評価を先に上げていった方がいいと思うんだけどどうでしょうか。立ち回りがねいまいち分かんないのよ。で金徳は確実にいらないっしょ。でここ結構良くない？まあ、評価上げながら一応 VR をつけられる。でまあ、VR はねやれば点にはなるんで、まあ、やっておくこと自体っけ不眠症だやっておくこと自体はいいと思うんだけど、そこら辺のね塩梅が分かんないんですよ。塩梅が友沢のコピーか。コピーがいるとね評価は上がりやすくなるんで、まあ、ただここで全部埋められるんでどうせ埋めとこう。経験点はね偏るんですけど、まあ、とりあえず点を出せばいいんでガンガン使っていきますよ。今はね点さえ出れば海岸できるんで、海岸でだいぶ消耗できるんで、まあ、それでいいかなという感じです。じゃあ VR を発動させちゃおう。まあ、VR 発動させるけど、まあ一応評価を優先にやっていこうとすると、まあ経験点プラス評価、クリスちゃんはね最初いないんですけど途中から来て、あ謎、社長の謎、あこれはもう体力で一緒で、チカちゃんも上げておきたい。でそうするとやっぱここだな。で一応二股になるんでお守りを持ってきてはあります。ここなかなかいいよね。3人あげられる。クリスちゃんはまあまだいいか。で超特訓もだから最初はまあいいと思うんだよね。タックが打てるようになってからでいいんじゃないでしょうか。でここも回復できれば回復をしておきたい。で残り1ターンだけど、まあここそこそこ取れるね。社長社長、これダブルで上がるんだよね評価が。そろそろ回復も入りたいっちゃ入りたいけど、社長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 でいく。200近く取れるか。ここもいいんだけど130。チカちゃんね評価上げときたいんだよな。やろう、こっちにしよう。でかいのがねドカッとくれば全然大丈夫なんで、これは青色一択。
働き方改革もまあ進めてはいきましょう。普通に。で、メンタル。一回なんか病院行く？ラブパワーで治したいなって思ったけど、とりあえず病院行こう。よし、とりあえず治った。で、デート。これは行きました。モテモテにはならない。で、タックを絡めると効果が上がるんで、上がるんだけど3人はちょっと少ないよな。クリスちゃんはもう大丈夫そう。とりあえずここ1回やって、で、その後監督の金徳を外そう。で、骨格来たんで OK。で、できればね、クリスマスとか全部クリスちゃんと過ごしたいんだけど、まあチカちゃんがどうなるだろうかと言ったところ、まあ乗ったは乗った。で、友沢は、まあ、川人阿部日だから全然やっといていいでしょ。今に関してはね、点が欲しいんで。点は取れるけど、結構あれか、体力は減るか、勝っただけ。いや、ハソンセルはいらないな。いや、もうちょっと発動させよう。技術はね、結構取れると思うんだよね。まあ、そうだよね。やるか。友沢が、活気持ってないけど。で、働き方改革、受けない。大打撃、結構消耗するんで。200か、 12%300、まあ、1回メンタル挟みますか。やる気が下がった。そう、どっかでポーンともう発動しとかないと、余っちゃうは余っちゃうんだよね。232、ダブルタックの時にやりたいよね。鈴木がまあまだ乗ってはないから、これやると次練習できないか。まあミートでちょっとさばいておきますか。100くらいは取っておこう、精神を。まあ行こう。これは自然回復してどうだろう。あ、これはね、覚えてみよう。あれ、回復しない。2回目以降だっけ、回復すんの。もみもみで頼む、回復してくれ。これ失敗することあんのかな、よくわかんない。あ、ここ打っちゃおう。もう超特訓。鈴木がまあまだ乗ってはいない。で、溢れるんで、ちょっと打球の美を手に入れてしまったんだけど、消費する形で取っておきましょう。点を取ればいいからね。点を取ればいいっていうのはなかなか難しいよね。みんな点を取ってくるから。こいつ骨格だと思ってた、そういえば。で、また練習を見つつ、筋力がすげえな。コピーコピー、鈴木、ポリスちゃん、サンパ ー、 ちょっとタックが入らないんで、一回デートして回復させよう。なるべくタックを入れてセルを回収したいんだよね、効果が上がるから。これは行きましたで、いや、とりあえず回復できるから。なかなか来ないね、タックが来ないね。で、ちょっとパワーも上げつつ技術をさばく、パピーくらいで、あとは守備、これも C くらいにしておいて、肩ちょっと上げよう。とにかくさばくことを考えないといけないからね。破損が1個あるか、破
仮想を先頭に持ってくれると結構いいんだよね。チカちゃんのコピーは肩があるから、でもジャベリンがアウトクか。クモンはもう微妙っちゃ微妙だからね。まあいいや、ちょっとここで行こう。でこれ何、どっちがいいの。校長、ここの校長ってなんでさすげえ特殊な校長の格好してんの。鈴木のコピーか。いや、これ特能だったらもうこっちだな。破損が1個入っちゃうけど、まあしゃあないよね。破損とかめちゃくちゃ伸びるな。いや、ちょっとこっちでしょ。アップが決めるかな。で1回デートをして体力を回復させてから VR に入ろう。ここでまた体力減らされるから、一応ちょっと 見るだけ見よう。メンタルか。破損とコピーがなくなるけど、アウトクはいらない。タック技術、筋力、筋力か。まあ悪くないか。変えよう。そこからまた回復させる。でラブパワーで告白。これどっちが来る。そりゃチカちゃんが来るよね、クリスマス。いや、チカちゃん振るっていうのもまあありっちゃありなんだけどさ。ここまた行けるか。どうせ次で回復できるからね。金徳が入ってきちゃうけど、どうしよう。 VR かけるか。あんまり長引かせてもしょうがないからな。いいね、守備は守備で結構入るな。まあでもこっちだよね。精神がね若干少ないんで、そこをどう埋めていくか。クリスマス、これどんくらいくれんの。筋力だけ悲しい。でも90くれんだ。パワーを取っていきますか。あとは片目に取る。98で、めちゃでかいのが来たら、まあ超特訓は打ちたいけど、まあ、これはこれで普通でいいよね。はい、ダブル、最低でもダブルなの。プレッシャーランとかいらねえ。で、まぶた。鈴木もね、回復が多いのが助かるよ、本当に。チームメイト評価上がったりするからね。吉、そう、友沢ね、一緒にやろう。まあ下だとね体力上限値が上がったりするんだけど。あ、でかい、これこれでかくない。やっちゃってよくね。ダブルタックだけど残り2ターンか。ちょっとやるか。でかいからどうさばく。まずはパワー比、そして広角打法。広角打法コツをつかんでやるからそんなに消耗しないな。結局どこまで点もらえるの。ちょっと一回かけちゃおう。で点数だけ見る。999813600。ダメだ、これ全部消耗しないと。全部消耗するためにはチャンスボールいいんじゃない。でそっから4番とか よくね。サイン察知、これでいいでしょ。813ってことはもう999ってこと。いや、まだまださばける。これはね守備が均等にさばける。よし、これだ、これはやろう。全然減らない。ラブパワーが入ってんのが良かったのかな。でそっからまたちょっとやりたい。で技術999にはなんなかったね。あ、まずはパワーを使うでしょ。でミート上限アップしてるわけじゃないんで特にって感じ。じゃちょっとメンタル、ここは格闘やりながらセルを回収できるんでセルの効果がアップ。
ね、よくわかんないんだよね、イベント的に。とりあえず断ってるけど、なんかろくなことにならなかったらちょっと嫌なんで。で、肩タックとハスミか、まあ微妙は微妙だよな。ポリスのタックがつくのはいいけど、破損がどうすかな。精神プラスで精神か、臨床は足りてないからな。技術、あ、筋力、ちょっと特能のゲットがいらないからね。特能のゲットがいらないから、ちょっとここはチカちゃんとデートしよう。チカちゃんのデート性能がよくわかんない、選択肢もよくわかんない。そういえば73、まあ悪くはない。で、要はどれを回収できるか。あ、これもこっちだな。2つ捨てるけど、まあ、精神捨てても一緒。よし、これ行こう。で、次 VR かけよう。で、ここも体力回復できて、で、しかもバレンタイン近いんで全然 OK。 VR かけてガンガン練習していこう。打撃か肩、うーん、まあ肩だね。溢れないよね、一応。ムードで2回目もまあ回復してくれるけど、ちょっとね、もったいないはもったいない、バレンタインがあるから。で、チカちゃん、ちなみにポリスちゃんはね、かなり経験点高いんで思いつかない。直球をサボった、粘り打ち。またさばくか。もうどうさばいていく。臨床を使わないやつ、臨床を使わないアベレージヒッター1、怪我しにくさも取っちゃおう。うん、流し、片目、粘り、圧球、意外性、初級、代打、ホーム突入、逆境、ムード、高速チャージ、ホーム死守、プレッシャーラン。いや、取ったり取ってなかったんだけどね、こう言いながらやってるけど。アウトコース取ろう。いつもインコース取ってるからね、たまにはアウトコース。窮地、大打撃はね、かなり経験点を消耗できるのがいい。ただそれだけ。まあ肩かな。肩、精神理論がいい。げ、変なやつが来た。回復だけしとこう。やる気も上がるんだ。よしよしよし。てか、タックが来ねえんだけど。せっかくこんなに仕込んだのに。安定して経験点がいいのはここだよね。でもこっち、練習、これね、回復できるんですよ。結構回復した気がする。しかも残り1ターンか。これはもうとりあえずやっちゃおう。メーターいっぱいあるしね。あの、金徳取らないんで、多分メーター的にはね、余裕があると思う。金徳を取るときのメーターって、多分メーターめっちゃ使うんで、1.5 倍くらい使うのかな。でも、海岸か、早えな。点数だけは早えな。点数を追い求めると、点数だけ早い。で、やっぱりタックは絡めたい。タックを絡めて、回収はしたい。蹴った。しかも命令メンタル破損か。ちょっと一回回復しましょう。これどっちがいいんだ、チカちゃん。コリスはちょっと減った時にこれ何がいい。ホラーとか体力減った気がする。恋愛にしとこう。減った時にもうどんどんデートして評価上げていきたいんだよ。これはやめておこう。ちょっと危ないことはしない。それが俺の主義。
破損金徳コピーがなくなるけど、まあ全部星つけられるんで、でここ調整しよう。めっちゃ回復するよねこれあのなんかね70くらい回復したもんだって。でなるべくタックが来てる時に VR かけたいんだよね、どうせだったら。だからデートしよう。このデートに意味があるのかって言われたらそれはわからない。これなんか減るんだっけ、減らなかった。よし、まあ、せっかく来てるんで肩の前に、あと何プルヒッター最悪、プルヒッター降格打法だな最悪は、まあ、海岸すればいいのか、そんなわざわざ回りくどいことしなくても追い打ち。連打も取ろう。コンビ生還アシストはしょぼいから取っとく。接戦一発逆転なんで取れない、精神がないんだ、精神がなさすぎる今の俺には。海岸かける、海岸かけとこう。ちょっと待って、一回確定しなきゃいけないのか、ただ消耗するだけ、ね、筋力と技術と臨床突っ込む、まあ、正直何でもいいんだけどね。スイープいらない、高級室だ。俺何取ったっけ、なんかいつも低級を取ってるから引き直ししよう。古軍奮闘古軍奮闘とか掴めるんだけど、もういいや、いらねえ、いらねえけど。で VR して精神ある、あ精神ちょいちょいあるね。精神が稼げたら精神やりたいけど、263、85、あー若干経験点少ないけど、ちょっと精神が欲しいからこっちやろ。で267、一回メンタル挟むのはありだよな、一回ね、回復として。で次守備は人が少ない、263、85、87、筋力が余る。プルヒッター取るか、海岸するまたあるし、海岸って何回できんだっけ、3回できるっけ。ちょ50ずつ突っ込もう、経験点的に。よし OK、 開発しよう。逆襲逆襲ってどんだけ必要なの、いや精神結構使うんだ、引き直ししよう、何でもいいから。重戦車安すぎる、なるべく経験値使いたいのよ、めった打ちこれしかないもんね。じゃあプルヒッター取ろう。でこれ次なんかダブルタック来てほしいよね、これは協力する。あれ中央下がった、悲しい。200、あこれでかいでかいでかいけどさ、筋力マジどうにもならんぞ。どうしようか、大打撃とりあえず取ろう。であとは筋力ってこれかな、だとあとどうする、肩ってどこまで伸ばせる、いや全然だな。降格打法こんな時のため合格だ、コツつかんだの失敗したな。筋力技術って投手でなんかあんの、重い球アウトロー、よしじゃあいくか。どれだっけ、これか、もう一回くらいいけるよね。
VR もうワンパターン何いくつこれ555とか、 なんか超低くねなんでえなんでちょっと本当気になるんだけど555ってあれもう溢れたってこと俺精神少ないんだよ盗塁になったし別にいいけど壊したりしようちょっと待って気になるあ筋力は溢れてる筋力は溢れてるかあかんどうしようもないもんだってまあこれ税にしとくかどうやって筋力をさばくか今の課題だなおお勝ったてかアンドロメダさ、まあ、前からちょいちょい言ってるけどさチーム能力すげえ弱いよね投手陣がめちゃくちゃ点取られるもんええー、とか潜入しないで限界まで来てあといいものが取れればやってこうこれはやるで6月の4週で終わるから揃えてちゃんと揃えてやろうでこれはいらないだからデートこっからコリスちゃんを集中的にやらないと評価を持っていけるかどうかが分かんないそもそも一応お守りは持ってきてるからデートだけでこぎつければなんとかいきたいタック精神臨床コピーかまあ悪くないやろうこれは回復するんだっけこれちなみに金徳なんでいわゆる金徳の2回目喧嘩とか知らんがなもう変える必要はないよな1回ポリスとデートしてで6月に入ったところで VR かけてどでかいのが来たら一緒に行こうでかいのが来たら超特訓かけるかこれはわかんない自分で食おうおお回復したっていうかさっきコリス回復したまあ細かいことは気にしないうんこれいいねいいけどさ500500いやちょっと敏捷と技術にばらけさせようというわけでというわけでいつも困る筋力フルヒッターで広角打法でいくつだったっけ筋力100かまあいやこうやったら大丈夫っしょ1回精神挟まないとダメちょっと待ってこれさ筋力思考の二類種まあ別にいらんけどね正直肩精神98取れんのかまあワンタックだからまあどっちもどっちだよなちょっともう一回プルヒッター取っとこうもう一回広角打法取ってひたすらこの繰り返しこれ精神使わないからねプルヒッターと広角打法まあ広角打法厳密にちょっとだけ精神使うけど大した量じゃないしでどっかでダブルタックが来たらもうかけよう残り2ターンだからねこれワンタックかまあ微妙だなこれまた微妙だね200400550あんま変わんねえかだったらちょっと精神を稼いでいきたいな肩をやっちゃってはい、左取って倒し取っとこう精神を使わないやつあこれどっちも取ってなかったわタイミングさ精神使うかねレーザービーム
コースは精神速攻、まあ登り調子取っちゃうか、古軍奮闘とかイベント終わってなくね、まあいいけどさ、最後練習できるか、ちょっと微妙な体力だぞこれ。一応見とこう、いや微妙、最後微妙だったな。 15%400 か、またこれが始まる。てかフルヒッター敏捷がねえから取れねえんだけど、投手伸びいいね、回復のことで大丈夫か、怪我すんなよって話だけど、あとはもうデート、ひたすらデート、まずクリスちゃんなんとかしないといけないから、いや全然評価ねえわ。エピローグ経験点のためだからね、金徳とかどうでもいいから。13入るのはでかいね。10の道再び、これ何差し入れでも買ってくか、あもう体力減っててもいいのか、しまった間違えたな、今のはちょっとガバったね。体力を回復させる意味はないんで、あとずっとデートするから。で甲子園に行くときにはだからデートで回復してるから、さっきは練習台になって経験点をもらっておいた方が良かったね。まあ今招き猫とお守りを持ってきてるけど、まあ金徳をね乾燥させるのはそんなに重要じゃないんだけど、イベントがいっぱいあった方がね、回復イベントがやっぱ起こるから、それはそれに助かるんだよね。で二股するんだったらちょっと評価戻すためにお守りは必要だからね、モテモテが取れればまた違うんだろうけど、モテモテが確定で取れるわけじゃないんで、踏ん張ってんな今回ピッチャー。大西もさ普通に強いと思うんだよね、ピッチャーの能力としては。それがなんか割と打たれるかもね。たまにねタックが重なるとね結構取れるんだけど、3人重なるとやっぱ強いんだけどね、2人だけだと微妙。あそこに友沢が入ってくると結構いい経験点になる。パワーヒットいらね、これ今更かよこれ何上にしてみよう、完走できないでしょ普通に考えて。粘り打ち、いや微妙な経験点だな。ちょっとコリスちゃんは最優先強化あげる。喫茶店8、てか練習見てからにすればよかった、コリスちゃんがいるところで練習すれば結構上がるからね。で700、筋力と精神があるってことはスタミナを上げていこう。でそもそもよ、呼吸がしょぼすぎる、試合でエラーされるのは勘弁だから。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で、やるよね、あんま好きじゃない。初球空振り、第2球、あとなんか甲子園決勝で出てくる大高月もやるのか、少し迷ったか、やるのはね本当俺苦手。投げた、きた、いった、一丁外、まあ追加点のチャンスを迎えました。独身術がないからね、2アウトランナー2塁という場面、独身術があると第2球結構楽になるけど、決まったストライク、タイミングはありません、独身術頼みだから。投げました、打ちました、広角あっても無理か、
あ、今フルヒッターだっけ俺。どっち？わかんない。今日3打点を挙げています。大川君、大は取ってないよね。打ちました。ヒット。二宮。これライトくらい？アンドロメダ。八回の裏、アンドロメダ攻撃に変わってる。トップバッターは南條。今日はツーランホームランを打っている。初球を打った。アウト。まあもう負けることだな。広角打法を取るか。で。いやーこれもう一回コリスだな。ちょっと待って、コリスがいるかどうか。タックとからタックがねえし、そもそも。ちょっと安全に、どっちがいいこれ。どっちもどっちだな。コリスちゃん、海とかってどれくらい上がんの。いやこれ上がんなかったらショックだな。まあいいや、海も9いいじゃん。ちょっと広角砲を取れるかどうか。広角砲取ろう。広角打法は持ってたか。よし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 、いい経験点だ。普通の練習にしては。でコリスちゃん、そもそもさ乗ってんの。そういえばだけど、その他関係者あ、まあ乗ったな。オッケーオッケーオッケー。それかチカちゃんはもう振っちゃって、グリスちゃんにあまり振り回されない状況にするっていうのもまあありかもしれないけど、エピローグ経験点どこだけくれるかだよな。攻撃に入ります。先頭バッターは南條。投げました。打ちました。一つキャラってデフォルトの経験点が少ないんで、投げました。見送ってボール。それが強化されたところでどこまで伸びるかっていう話。投げた。打ちました。痛烈。いった。ちっちゃいとかはね結構上がってんだけど。アンドロメダリードで迎える6回です。バレンタインとかね、ホームランを放っている南條。だからコリスちゃんにしてっていうのもありだな。それをやってみよう。8回です。今日3打席連続でホームランを放っている南條。だからコリスちゃんね、もう1レベル攻めて42にして、もう 10% 上げたいんだよね、経験点を。ヒットになります。南條。45、もちろん50がベストだけど、そこまで贅沢は言わない。もう 10% だけ上げたい。42にして筋力、どっちでもいいや。スカウトさん評価つかねとこ。最後のスカウトさんもちょっと重要だからね。だから能力がね低いようにね両打ちできてる。お待たせいたしました。2回の裏、アンドロメダ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは南條。これはいい当たりだ。いったー。アンドロメダ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、初球から打って無理やり打ちついたか。スリーアウトチェンジ。ボール球かなっていうのは分かってたけど、さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、なんと取りました。これです。今のは単純に打てなかった。北斗、アンドロメダ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で、南條。今日はホームランを打っています。633って結構すごくねえか。球速はないけど。普通の高校生にしてはね。100。さて最後、守備があるだけか。600は多分大丈夫だと思うけど、一応ちょっと A まで上げて思考って取れる。あ、取れんね。ちょっとこうコグン君と取れなかったから二宮で取れなかったから海岸で取る。ただそれだけ。ここはでも社長ってなんだっけ。40いくつ取りに行くか。こつくれたりしてこったった。おとなしく守備練習しとけばよかった。別にもうそこまで変わんないからね。じゃあせっかくだ、1だけ取って盗塁。
走力超ないのに盗塁だけうまい。お待たせいたしました。2回の裏アンドロメダ攻撃に入ります。トップバッターは南條。そこはね、まずは打てないよ正直。分かってても打てないからね。投げた。このツーシームをやっぱ狙う。意外にね。4回の裏アンドロメダ攻撃に入ります。先頭バッターは南條。投げた。ちょ爆速かよ。初球打ち、さあ掴みました。そう結局ね、アンドロメダ少し下に照準を合わせてるから爆速が来た時に絶対打ち上げちゃう。ツーシームのツーシーム2台目だったな。投げた。2球目空振り。スプリット。追い込んで。変われよ。こいつ。投げました。いやあ爆速。三振。お、水木ちゃん。同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で。ホームランを打って。今日はホームランを打っています。第2球投げました。打ちました。一塁間の当たり。よかった。あ、まだ回ってこねえ。俺にさよならを欲しかったけど。さあここで2位かからのこいつよ。こいつ問題はいくつくれる。で重戦車とかいらんから。405050か。だったらなんかもう振っちゃっていいかもしんないな。パクリちゃんはね普通に彼女キャラなんで、まあ、全てこれだけもらえればね。だって PSR プラゴだよ。 PSR プラゴで505050だったら、だやっぱデフォルトの経験点が少ないんだよ。19000、まあ2万くらいかなってところだよね。あとか別にもうこれ能力上げる画面とか関係ないから、経験点これだけ出ましたっていうのをやっとけばよかったね。あ、そう海岸もうできないじゃん。あれ2回、海岸は2回か。という感じです。まあ、別に能力は伸びないから、一応多分2万前後で平均して落ち着いて、あとどれだけこういいタックの時に超特訓ができるかといったところですね。チカちゃんはもしかしたら切っちゃってもいいかもしれないですね。あれを告白を、ちょっと少し今回コリスちゃんに最後の方振り回された感があるんで、まあ、それをもうちょっと経験点の方に流していければ、まあ、50、50、50くらいだったら巻き返せるっしょ、超特訓とかでっていうような、印象でした。まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。